こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ヤグリ、好スタート。サンブライドル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してヤグリ、鼻に立ちます。その後ろからはレイエイト、この馬も上がっていく構えです。さらにはシュアジュピター、3番バックスボーイ、その後ろ。もう一度先頭から先手を取ったのはシュアジュピター。その隣にバックスボーイ、その後ろからはサンブライドル、ザルーブル、そのうちに続いています。その隣にレイエイト、その横にシャワーエンペラー、ディバインジュニアス、この馬もこのグループ。カワッチサンライズ、後ろから並んで8番シスターイージー、アーバンムード、すぐ後ろ。その隣にヤグリ、最後方にパーソナリティテンダー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からバックスボーイ、先手を取りました。すぐ後ろにシュアジュピター、その隣にサンブライドル、ザルーブル、それに続きます。白の帽子サンシャインリボーン、その後ろ。すぐ後ろにアーバンムード、その外からシャワーエンペラー。青の帽子パーソナリティテンダー、その後ろ。その外からディバインジュニアス、後ろからの競馬になりました。カワッチサンライズ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。最後方にヤグリ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。このあたりで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はビーチジェム、2番手はシュアジュピター、サンブライドル、3番手カワッチサンライズ、これはいい位置につけています。このあたりで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はビーチジェム、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ビーチジェム先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はカワチサンライズ、残り 200m、 カワチサンライズ伸びてきた。カワチサンライズ差を広げる。2番手はアーバムード、カワチサンライズ今ゴール。段違いの強さです。カワチサンライズ1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチサンライズ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスプリングソニア、フラッシュフォックス、この馬も好スタートを切りました。アグネスワールド、前に行きそうです。スプリングソニア、それに続いています。さらにはタイガーヒル、13番アップフィーバー、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはアグネスワールド、大きく離れました。スプリングソニア、その外にピアシャルマン、その外からタイガーヒル、これに続いてルビージャイアント、メジャードーン、それに続きます。その外にアップフィーバー、ミュージックエイブル、それに続いています。その隣にフラッシュフォックス、これに続いてパラダイスフリート。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。アグネスワールド先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。2番手はタイガーヒル、残り 100m、 必死に追うアグネスワールド。ザール迫る、外から一気にザール、ザール、ザール、1着、2着にはどうやらビクトリーノート、勝ったのはザール、見事な勝利です。
こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シーキングザパール、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ブルーラスター、前に行きそうです。ワーキングキャスター、それに続いています。さらにはアシアントラベル、11番、ヒーバーゴルフローズ、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのはシーキングザパール、その外にアシアントラベル、フライトワイン、そのうちに続いています。フラワーパーク、好位をキープ。その外からワーキングキャスター、その隣にマッハエイジ、その外からヒーバーゴルフローズ。この辺りで先頭が変わりました。ナシアントラベル、2番手はフラワーパーク、これは絶好の手応え。シーキングザパール、3番手。さあフラワーパーク、このまま逃げ切れるでしょうか。ここで先頭はフラワーパーク、フラワーパーク先頭。2番手はシーキングザパール、残り 200m、 フラワーパーク先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。シーキングザパール追いすがります。フラワーパーク1着、フラワーパーク1着、2着はシーキングザパール。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。フラワーパーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはキャプテンミズーリ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくキャプテンミズーリ行きました。続いて前へ行くのはレインボーアンドレ、さらにはアライドフォーシズ、15番、ケアレストラック、その後ろ。前に戻りましょう。キャプテンミズーリ先手を取りました。レインボーアンドレ、そのうちに続いています。その外にインティカブ、待機シャトル、好位をキープ。内からはプラウドリーフ、並んで6番、トロピカルミズーリ。内からはビジューダンド、アライドフォーシズ、そのうちに続いています。その外にジェントルウッドマン、ブレイズファイア、そのうちに続いています。内からはファーストジュディ、最後方にオートバレー。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。それでは先頭から、先手を取ったのはキャプテンミズーリ。さあ先頭は依然として13番、キャプテンミズーリ。2番手はレインボーアンドレ、ムーンライトエーム。3番手待機シャトル、いい位置です。先頭を捉えにかかります。キャプテンミズーリ先頭、差はほとんどない。2番手はムーンライトエイム、残り 200m、 先頭はムーンライトエイム、残り 100m、 ビジューダンド抜けた。ムーンライトエイム食らいつく、ビジューダンド、わずかにビジューダンド体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はファストフレンド、あと 200m、 先頭はファストフレンド、サイレントエイト、頑張れるか。2番手はマイネルモンロー、ファストフレンド、この馬で決まりか。ファストフレンド1着、ファストフレンド完勝。ファストフレンド1着、2着はマイネルモンロー、これは物が違う。ファストフレンド